西河島鈴木氏は日本の武家の一つ。西河鈴木氏とも呼ばれる。戦国時代に木の国名ぐさ軍十が里の平井あたりを本拠地とし、西河州の頭目的存在であった。当主が代々通称とした鈴木孫一で有名。本姓は保積市で藤城鈴木氏の支流を称する。鈴木氏は木の川対岸の西河層を中心に、 周辺の荘園の土豪たちが結集して作っていた、西賀州の有力な家系の一つで、銃が里の指導者的な立場にあった。江戸時代の記録から、鈴木タスクダイブという人物が、西賀城主として、数万国を領していたという話がよく取り沙汰されるが、実際に、鈴木氏が居住していた銃が、里は、西賀城のある、西賀層から見て、川の対岸であり、信ずるに足りない。 西賀等の鈴木氏が本格的に歴史に現れるのは、西賀孫市の通称で知られる鈴木孫一が活躍した16世紀の中頃以降で、西賀州の他の土豪たちと同様、鉄砲伝来から間もない早い時期に鉄砲を使った戦術を取り入れ、16世紀の半ばには鉄砲で武装した、ある程度の規模の傭兵的集団として活動していたようである。 1570年に、織田信長が、大阪の石山本願寺と開戦して、石山戦争が起こると、鈴木孫一の率いる鈴木党は、他の最下州の集団と共に、本願寺の門主、権利の求めに応じて、本願寺に入り、織田軍と戦った。鈴木孫一は、石山本願寺に籠もった西賀州の中でも、最有力の闘目の一人で、 孫一自身も本願寺の門徒でもあったので、本願寺に極めて信頼された。1577年に本拠地の西賀が織田軍の侵攻を受けると、木の川北岸にあった鈴木氏の所領は真っ先に攻撃を受けて占領され、木の川南岸での戦いも劣勢であったために、鈴木氏は他の有力者たちとともに織田氏への服属を誓って降伏した。翌年には、 織田氏への服属を保護にすると、再び本願寺に加担した。1580年、賢女が最終的に高専を断念に、石山本願寺を退去して、最下の詐欺森に移ると、鈴木氏もこれに従い、織田氏に服属する。これ以降、力を失った本願寺に代わって、織田氏に服属しようとする鈴木氏と、それに反対する藩織田派との間で、争いが起こり、 鈴木孫一は1582年に土橋市の当主、土橋森重を殺害、西賀州の主導権を握った。同年に本能寺の変が起こって信長が死んだため、後ろ盾を失った孫一は西を逃亡の後、豊臣秀吉を頼る。小牧、長久手の戦いから、文読、慶長の役に至る秀吉の一連の戦役に参加した豊臣家の鉄砲頭の中に、 孫市を含め数人の鈴木姓の名が見える。この間、1585年に秀吉は、紀伊生伐を行って、最下州を滅ぼした。鈴木タスク大部はこの時殺されたということになっている。孫市が、歴史から名を消した後、豊臣家の鉄砲頭として、孫市の兄弟友子とも言われる、鈴木孫三郎へ朝の活躍が見られるようになる。重友は1600年に、 関ヶ原の戦いの前哨戦である、伏見城の攻略戦に、石田三成方として参戦。上昇の鳥居元忠を打ち取る先行を挙げた。関ヶ原で西軍が敗れたために所領を募集されて、浪人したものの、1606年になって、元忠の主君である、徳川家康に召し抱えられている。茂友は後に家康の罰よ寄り房に付属されて、三戸藩に移り、 この主義継の時後継ぎとして、主君、ふさの子を養子に迎えて茂吉と名乗らせ、鈴木家は、三戸藩の重臣として続いた。その、茂吉の後は、鈴木茂友の次男茂信の子である茂井の小江春で、あるが、この、重春の時に、鈴木家は名字を彩下と改めた。そして代々の当主は孫一を通称としたという。三戸藩彩歌家の公演は、明治維新後に、 日光山を頼り、おころ川村円光寺の十字についたといい、現在も同時の住職は最下世である。西賀州鈴木氏の系譜は諸説あるが、以下には一例を挙げる。ありがとうございます。